皆さんこんにちは、出直し看護塾の青柳です。今回は背景線側損傷かなと思ったらの4回目、心電図は異常出るというお話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、222ページをご覧ください。さあこちらの心電図どうでしょうかね。出直し看護塾に何度もですね来ていただいている方、あるいはこの洞察力の本にもですね、心電図異常を見なければいけないポイントっていうものは、載っていますので、これを全部ね漏れなく見ていけばいいということですが、ここですねちょっと止めていただいて、それで確認すべきポイントはこの本に載っていますので、それをですね一個一個全部確認してみてください。でそうすると、異常が見つけられると思います。心電図読む場合、循環器の先生とかは一瞬にしてパッとこう読んで判断しているように見えるかもしれませんが、一瞬の間にですね確認すべきポイントは全部確認してるんですね。ですからなんとなく見て、分かるということではなくて、実際には短い時間かもしれませんがしっかりと判断しているということです。ですからそれを真似するためにちょっとですね止めて一個一個判断してみましょう。さあ皆さんどうでしたか？どっかに異常ありましたかね？心電図を見る場合には順番はどれでも構いませんが、心拍数、リズム、P 波があるかどうか、 P 波があった場合には PQ 時間、QRS、STT、QT というふうに見ていきます。でもしかすると、胸痛とか呼吸困難がある場合には虚血性心疾患かもしれませんから、これは必ずですね異常急波があるかどうか、プア R プログレッション、R 波減行ですね、そして ST の異常、T 波の異常、この辺は心電図のところとか心筋梗塞のところでお話をしていますので、まだ見ていないという方はぜひご覧になっていただければと思います。で普段はこれだけ見ていけばいいんですが、今回はですね PE をそもそも疑っているわけですよね。で PE を疑っている場合に、心電図でわかるのっていうふうに思うかもしれませんが、実はですね、これ必ず出るわけではないところが難しいんですけれども、PE の場合にはですね S1Q3T3 という所見、あるいは S1S2S3 という所見が出てくることがあります。先ほども言いましたが必ず出るわけではないんですが、やっぱりですねあったら、PE っぽいという話になってくるので、この S1 というのはどういうことかというと、1誘導で、深い S 波、そして3誘導で深い Q 波、異常Q 波、そして3誘導で異常 T 波が出てきた場合には S1Q3T3 ということになりますよと。で1誘導2誘導3誘導で深い S 波があった場合には S1S2S3 という話になっていきます。ではそれを踏まえてですねもう一度見てみましょう。ちょっとね一回止めてみるとよろしいと思います。さあどうでしょうか。1誘導とか2誘導とか3誘導あたりがポイントになってきますよね。どっかに異常ありましたかね。この患者さん実はですね1誘導で深い S 波ありますよね。3誘導で異常Q 波ありますよね。異常Q 波もですね洞察力の、この YouTube のどこかで説明していますので、まだ見ていないという方、そもそもねこの本に書いてありますので、異常Q 波のところを見ていただければと思いますが、R 波の高さの4分の1以上の深さが出てきたものが、異常Q 波ということになりますよね。この患者さんは4分の1よりは少し短いかもしれませんが、異常Q 波って読んでいいんじゃないかなというふうに思っています。そして3誘導で陰性 T 波になっていますので、やはりこの患者さん、実際に背景線側損傷の患者さんなんですが、心電図的にはですね、S1Q3T3 があるので矛盾がないなというふうに考えることができると。出直し看護塾に来られている方、あるいはこの動画でもですねいつもお話をしていますが、症状と症状、あるいは所見と所見に矛盾がないということを確認していくことが重要です。そうすると今回は症状、例えば突然の呼吸困難があって左の足がむくんでいて、心音で3音が聞こえてきて、レントゲン取ったらばナックルサインが出ていて、血液ガスでは PaO2 と PaCO2 が両方とも下がっていて、心電図をたまたま撮ってみたらば、たまたまというか狙って撮ってみたらば心電図も S1Q3T3 が出てきたという場合には、それぞれの所見に矛盾がないわけですよね。ですからここまで揃っていればですね、腎機能が悪かったとしてもですね、これは背に腹は変えません、変えられません。後から透析をするという選択肢もありますので、この場合には腎機能が悪かったとしてもですね、造影剤を入れるという選択肢を選択しやすくなってくると思います。
何度も言いますが、初見と初見の間に矛盾がないということを僕らは詰めていくということなんですね。なんとなく目の前にある初見だけをバラバラに一緒に報告するのではなくて、これと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 これが揃ってるからこの状況の可能性が高いですよっていうふうに説明してあげるとですね、これはまあ電話の向こうで聞いている先生からするとなるほどっていうふうに、まあ腑に落ちやすいということになってきます。ではですね、本日の出直し語録です。必ず出るわけではないけれど迷った時に心電図は役立ちますということですね。ではですね、次回はエコーの話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。